皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は、シリウスの瞑想法のシリーズのステップ7です。より馴染みやすい方法を教えてくれています。シリウスの天使たちからのメッセージ。悲しい時や落ち込んだ時は、自然の中に出てみましょう。人間の目には見えない次元がたくさん存在します。たとえそこが居心地が悪く、天気があなたの好みに合わない場合でも、自然の精霊とつながるために時間をとってください。これらの精霊は、植物、木、川、山、岩の世話をします。これらの精霊とつながることで、彼らが非常に長い間してきたこの仕事の古代の知恵にアクセスすることができます。今日の西洋社会はテクノロジーに依存するようになり、自然から遠ざかっていました。人々は仕事のために急いで行ったり来たり、時には太陽を見ないこともありました。子供たちは、自分たちの食べ物がどこから来たのかを知らずに育っていました。現代社会が幸せでないのも不思議ではありません。今はもっと希望があります。人々は実際に家で働くことが多くなり、自然の中にいることがもたらす恩恵に目覚め始めています。その土地に根ざして生活し、自然のサイクルと一緒に働く文化は、地球と調和して生きています。これまで忘れ去られてきた、月と潮の満ち欠けは、人間にとって非常に重要なものです。月は潮汐に影響を与え、月は 60% が水で構成されているため、人体にも影響を与えます。あなたの糧のために月と太陽を見て、月の周期で仕事をしてください。満月は終わりの時であり、新月は始まりの時です。この周期にあなたの権限を組み込んでください。太陽とも一緒に働いてください。太陽の力を尊重し、しかし太陽の光から完全に隠れることはしないでください。太陽の光なしではあなたは死んでしまうでしょう。北半球の多くの人々は、実際に太陽の素晴らしい光が不足しているために、冬の季節性感情障害と呼ばれる問題を抱えています。太陽が輝く時に出かけて、たとえ冬にはそれほど強く見えなくても、その光線を浴びれば、あなたは悲しみを避けることができます。サプリメントを取ったり、太陽に向かって瞑想したりするのと同様に、SAD ライトも有用です。地球や惑星とのつながりを保つことが大切です。宇宙の生き物はあなただけではありません。我々はシリウスから来ており、人類が進化するのを助けるために地球に転生しています。多くは故郷から遠く離れてホームシックを感じています。彼らは地球人がどのように行動するかを理解していません。シリウスから来た者たちは、議論や戦争の必要性を超えて進化してきました。これらの祝福された魂は、人類が進化するのを助けるために、この時期に地球に降りてくることを選びました。人間の体の中にいることに苦労している者もいれば、今回が初めての者もいます。彼らは、彼らにできるあらゆる方法で援助するためにここにいますが、あなたが彼らに助けを求めなければなりません。彼らは自然の中にいることの価値を知っていて、常に彼らの糧のために直感的に自然と一緒に働いています。ステップ7、自然の中での瞑想。大きな深呼吸を3回して、自然の中の美しい場所にいる自分を想像してみましょう。それは庭であっても、水辺であっても、草原であっても、山であっても、浜辺であっても構いません。あなたが安全で安心できる場所であればどこでも構いません。前と同じように、そこにいる自分を実感するために、すべての感覚を使ってください。邪魔されない快適な場所で地面に横たわります。しばらくの間リラックスして、ただこの場所の平和を楽しんでください。今、
あなたの体が地面に触れているところを感じ、地球の中心から、あなたの最愛の母、ガイアからあなたに向けられる愛の温かさを感じてください。あなたの全身が地球に溶け込み、彼女と一体になることを想像してみてください。へその緒が、あなたのお腹から地球の中心まで伸びています。これは、あなたを育て、支えてくれる美しい液晶です。あなたは今、地球上のすべてのものの一部となっています。まるで自分の母の体内に戻ったかのように、安全で、暖かく、安心です。あなたはガイアとコミュニケーションすることができ、彼女はあなたと一緒にいます。彼女に話しかけて、彼女があなたに言うことに耳を傾けてください。数秒待つと、明確なメッセージが聞こえてきます。ガイアに、あなたが癒されるために何が必要か、彼女があなたから見返りに何を必要としているかを尋ねてみてください。返事が来るのをもう一度待ってください。レッスンを学び、必要なことを行う準備ができたら、いつもあなたのためにそこにいてくれて、あなたを支えてくれているガイアに感謝しましょう。この美しい場所にいたいだけ滞在し、彼女の平和と静けさを楽しんでください。準備ができたら、あなたが横たわっている地球の表面に戻ってきてください。天国のような青い空を見上げることを想像してください。空からあなたに向かってくる白く輝く美しい光を想像してみてください。虹は、あなたが足をかけることができるはしごです。はしごに足をかける準備はできていますか？はしごの上に足をかけると、魔法のような場所にあなたを連れて行ってくれます。これを天国、シャンバラ、パラダイスと呼ぶ人もいます。この場所はあなたにはどのように見えますか？そこには誰がいるのでしょうか？どんな景色、音、匂いですか？どんな味や感じがしますか？すると、あなたに向かってくる穏やかな紳士が見えます。彼は、あなたが今まで見た中で最も賢い存在のように見えます。これは空にいるあなたの天の父です。あなたの父と一緒に座って、彼と完全にくつろいでください。しばらく話をして、あなたの人生について話し、彼があなたに言うことに耳を傾けてください。父はあなたの人生にとても興味を持っていて、あなたの成果や失望の話を聞いて楽しんでいますが、あなたを非難することはありません。彼はあなたのことをとても愛していて、あなたのために最高のものを望んでいるとあなたに伝えます。彼は、あなた方がしたことのために、あなたを責めはしません。あなたは、良いことも悪いこともすべての経験から学んだからです。彼はただあなたのために最高のものを望んでいるだけなので、あなたの恐れをすべて和らげてくれます。彼はその後、あなたが今、地球上での生活の中で何をしたいのかを尋ねます。あなたは彼に話します。そして彼は言います。あなたの願いは、私の命令です。あなたが望むものは何であれ、あなたはそれを受け取ります。あなたはあなた自身の運命の主人であり、私はあなたが望むものを想像するのを手伝うことができます。あなたが望む世界を、あなた自身とあなたの周りの人たちのために、私たちは一緒にすべての人のための平和と喜びの世界を想像することができます。あなたの人生を喜びと幸せなものにするには、私に手綱を握らせなければなりません。あなたはコントロールを手放す準備ができていますか？あなたは、財政的、感情的、物理的なすべての心配事を手放す準備ができていますか？楽しむことを学び、受け取ることを学ぶことができますか？あなたは、あなたの道にあるように見える障害物に関係なく、あなたがしたいことをすべて行う準備ができていますか？私の愛する子よ、あなたの母なる地球と私は、あなたのために最善を尽くしたいだけなのです。目を覚ます準備はできていますか？
あなたは自分自身とあなたの周りの人のための美しい人生を競争する準備ができていますか？あなたは最初に、願うことを学ばなければなりません。受け取ることを学ばなければなりません。楽しむことを学ばなければなりません。あなたの心の中にあるものは何でも、あなたに喜びをもたらすすべてのことを行うための私の宣言です。今、あなたの心の中にあるものは何ですか？あなたが私と話したいときはいつでも、私はあなたと一緒にいます。あなたがしなければならないことは、じっと座って静かに私の言葉に耳を傾けることです。親愛なるあなたに祝福を、そして私の子でいてくれてありがとう。今、あなたの父と母に感謝し、彼らの言葉を思い出してください。自然の中のこの美しい場所に戻れば、いつでも助けが必要な時には、彼らに会うことができることを知っていてください。準備ができたら、ゆっくりと部屋に戻ってきてください。目を開けて、完全に目覚めた現実に戻って、完全にリフレッシュし、エネルギーを与えられ、完全に守られていることを感じてください。これで、あなたは、父なる空と母なる地球をあなたの魔法のパートナーとして、新しい人生を共同創造する準備が整いました。自然の中で時間を過ごしてください。いかがでしょうか？今回の方法は、瞑想に馴染みのない方でもやりやすい方法かもしれません。私も自然の中に行って、試してみたいと思います。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。